受験算数、算数の範囲内で解きたい立体問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。図は一辺が11センチの立方体から三角錐を切り取った立体です。色部分の切り口の面積を求めてください。では解説をします。切った部分を復元させ分かる長さを記します。 BF 上に BR イコール7センチとなるような点 R を取り、点 G、点 P と結びます。この時三角形 PCQ と三角形 RBP は合同なので PQ イコール PR、 三角形 CGQ と三角形 FGR も合同であるから QG イコール RG、 よって三角形 PQG と三角形 PRG も合同です。よって三角形 PRG の面積を求めればいいので上のようになり、46.5 平方センチメートルが正解となります。おまけ問題です。正方形を図のように5つの部分に分けました。この時青色の四角形の面積を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。